僕の SOS が君に届かない。すいません、ちょっと先やってました。すいませんね、ちょっと先やらせていただいておりました。本日はね、私の大好きなビール、あんまビールはもうこれかな、うん、アサヒスープデュバイ。前々回の動画でも飲みましたけどね、まあいいでしょう。継ぎ足していきます。トコトン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 トコトン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 、いいですね。でね、まあいいか、先乾杯しましょう。すいません、ちょっと先一杯やってましたけど、皆さんもお疲れ様でした。乾杯。うわ、美味しい、うん、いいね。今日のね、マミオツは見づらいかな、クラッツですね。普通ですよ、あのクラッツの枝豆味、これですね。それでやっていきたいと思います。で、ちょっと今日まあまあ話したいことがあるんで、スススス行きますけれども、 この、一緒にお酒飲みません的なやつやりたいって言ってたじゃないですか。それをシリーズ化していきたいというふうに思ってます。はい。で、そのね、動画のこのタイトルの時はこういう動画なんだなっていうのを分かりやすくするために、まあ何でしょうね、なんかいいネーミングないですかねということになって、相席ですよ。向かい側にあなたがいて、こっちに私がいるみたいな、あなたと私の動画でございますということで、相席という言葉を入れようかなと思っておりますね。それとね、相席食堂だと、某鳥さんの、某千鳥さんの丸パクリになるんで、相席酒場ぐらいでいいんじゃないかなということで、相席酒場という名前にさしようかなと思っております。なのでこの名前が、動画のタイトルについております。ついておりまする時は、一緒になんか飲んだり食ったりする雰囲気の動画なんだなと思っていただければ幸いでございます。で、それ以外に、前回アップした、例えばそのただおっさんがカップラーメン食う映像とか、なんかおすすめのお酒の飲み方とかっていうのは、その相席酒場と入れませんので、なので、まあコンセプト、まあ毛色のね、ちょっと違う動画ですよというふうに、差別化して差別化していきたいと、そういうふうに思ってるわけでございます。はい、これがまず、今日言いたかったことですね。はい、どんどん継ぎ足していきますよ。やっぱりね、こう夏はね、やっぱりビールですね。ハイボールもいいんですけどね、もともとそのウイスキーを割って飲まない人なので、どうも夏はウイスキーあんまり飲まないんですよね、実は。アングル大丈夫かな。でね、前々回の、動画、まあ、収録失敗しましたみたいな謎の動画あげましたけども、その時もそうですし、あとね、サクレとビールを混ぜるサクビーという飲み物おすすめですよという、動画でもですね、そうなんですけども、あれ実は結構ミスをぶっこいておりまして、カメラの設定をミスっておりましてですね、こう白飛びというね、鬼のような白飛びをかましていくっていうね、そういうことになりましたが、その次のカップヌードルの、動画でも鬼のような白飛びをかましていくっていうね、
二度同じ失敗をするっていうのはもう安定になってきました私でございますけども、今回はねちょっとねもう照明変えました。どうですかね、白飛びでもね難しいんですよこれ。マスクあるでしょ、 T シャツ基本私黒でしょ、難しいんですよいろいろ、はい、収録したことある人ならわかると思うんですけど、これもねもう全然気に入ってないんですがこの光も。でもね仕方ないということでね、まあ、ちょっとずつ動画の方は、クオリティを改善していきますので何卒長い目でよろしくお願いいたします。クラッツ入ります。ナイスクラッツ、ナイスクラッツだね。はい、でね早速ですけどもこの愛席食堂で食堂って言っちゃったよ、愛席酒場で、定番化していこうかなと思っているお話しする内容というのがですね、おすすめの本、私のおすすめの本、あとは、昔ねあのやってたんですよ、私洋楽がすごく好きで CD 収集をもう高校の時ぐらいからやってるんですけども、それの、名盤動画というのがあってね、まあおすすめのこうアルバム、海外アーティストのアルバムを紹介していくと、そういった、ことをとと、映画をねものすっごく見てた時期があって、うん、でまあかなり見てたんでね本当に、まあ皆さんにこうおすすめしたい映画と、しかもこうできるだけこう本当に何ですか、ものすごいこう誰もが知ってるような、まあ本とかは結構ね誰もが知ってるようなやつをおすすめするかもしれませんが、まあ極力その名盤と、おすすめの映画というのは、まあ例えば映画だったらアルマゲドンとかって言っても、いや見たことありますそれ知ってます、確かに面白いですよねみたいな感じになるじゃないですか。そうではなく、ん？みたいな、こういあんまり聞いたことないなその映画みたいなね、そういうのをおすすめしていきたいっていうことです。そのまあ3つというのは一応まあ時間の関係上ねなかなかできない時もあると思うんですが、この愛席酒場では、シリーズ化していこうかなと一応思っております。クラッツに入っておりますアーモンドの方をいただきます。しかし毎日暑いですね。このねこの部屋はクーラーがないので扇風機オンリーなんですけどね、頑張ってます。窓は閉めっきりです。窓開けてこうふぅーとかって言ってるとね、なんだあいつってなりますからねということでですね、じゃあもう早速ちょっとおすすめの本行きましょうかね。皆さんね飲みながらこう聞き流していただければ、あそういう本あるんですねみたいな。私のおすすめの本、まあね300、そうですね、まあね少なく見積もって300冊は読みましたよという話を何回か前の動画にねさせてもらったんですが、もうちょっとちゃんとというか数えてみたら420何冊でした、はい、まあそれはいいんですけども、その中で、まあ、今日おすすめするのはですねこちらですね、はい、苦しかった時の話をしようか。いいですねこのタイトルがいいよね、森岡剛さんね、この方は USJ ユニバーサルスタジオジャパンが、こう経営不振に陥りましてね、こう売上がこうぐん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 って、もうああもうやばいですよって、もうこれやばいんじゃないですかってね、こういう時にこの方が経営者になったなったら、ここブーンと来てグーンってね、 VG 野郎ですよ、ちょっと失礼な言い方しましたけどね、まあ、VG 野郎の本です。
無事、まあ、経営者のすごい経営者みたいなねことの人が書いた本でございます。まあ、ちょっとね手短にご説明しますけども、この方に娘さんがいらっしゃいまして、これからまあ社会に飛び立っていく飛び立とうとしている娘さんに向けて、このお父さんであるこの、ね、森岡さんが娘にこう社会に出た時に役立つであろうことをガチです書き記した娘さんのために書いたのを書籍化したものになります。なので、まあ、そういうね何ですか実績経歴ともにねものすごい人がガチで自分の娘に託した術をね社会で生き抜くための書かれておる、わけでございますよね。それがねこれがまあおすすめの本でございます。まあ正直ね本がこういう系統の、まあ、実用書というかビジネス書というか好きな人にとってはまあ知らない人は多分あんまりいないような有名な本ではありますが、ぜひね読んでみてください。まあこれはね私ね、30代になってから読んだんですけど、これね今もしまあもう私の視聴者さん10代の方少ないかな、まあこれはね読むのが早ければ早い方がいいな、もっと早く読みたかったなと思いましたね、今日は何ですか。ちょっと真面目ですね。この中にですね、自分の弱点と向き合う方法みたいなのを書いてまして、これね昔からよくこう考えてたことがあって、どうしてもこう自分でこう苦手なことってありますよね。それとの向き合い方ってどうするのって、その苦あのよく長所を伸ばした方がいいのか短所を克服した方がいいのかみたいな議論があるじゃないですか。それのもう答えが書いてる、ぜひ読んでみてくださいまあそんな感じですね、はい。まあ、気になったら読んでみてください。まあ、いつも通りね、動画の概要欄に Amazon リンク貼っておきますので、そこからパチッとねやっていただいてもいいですし、本屋さんで買っていただいてもいいと思います。あ、まあ、できれば本屋さんでちょっとねパラパラっとこう目次とかめくっていいなと思ったら本屋さんでできれば買ってください、ということでございます。ね、いいですね、なかなか楽しいね。皆さん何杯目ですか。私は、ね、今日2杯目ですこれね。いや実はねちょっとここでご飯も食べようかなと思ったんですけど、もうねちょっと食べちゃったね。あまりに暑すぎて今日ここで食べながら収録しようかなと思ったんですけど、で今日の晩ご飯がごまだれうどん、めっちゃうまいんですよ。冷凍うどんとごまだれがあればできちゃう美味しいやつなんですけど、それを食べたんで、それにラー油入れるんで辛いんで暑いんでビールだけ飲もうかなと思った次第です。相席酒場はい、まあ以上おすすめの本でした。でもね本当にねこういろいろね何ですかね、まあ人にねこう本を勧められるって読んでみるっていうのはすごくねこう本をあんまりこう読むきっかけのない方にとってはねいいことだとは思うんですけれども、まあこう何冊かこう読み慣れてくると面白いことがあって、同じテーマの本でもこう著者 A と著者 B の言ってることが真逆みたいな、ね、ことがあるんですよ。そういうのがね面白くなっちゃうタイプで、実際どうなんだっていうねものすごい考えながら自分の頭で考えながら読むのがすごい面白いね。フォレスター別にフォレスター乗ってるわけじゃないけど、フォレスターって言ってみるよ。はい、じゃあ続きましてですね、結構長くなりましたが、
今日のおすすめの名盤どうございます、どうございますって言っちゃいましたけども、今日のおすすめ名盤でございます、こちらでございます。デュオの知らないでしょ、絶対知らないよね。ホーリーダイバー、これがね、もういや、でもハードロックとかハードメタルとか聞いてる人はもう超有名なやつなんで、まあほとんどの方知ってると思いますが、洋楽を聴かない人とか、そもそもあの結構こうハードなやつ聴かない人にとってはもう何みたいな感じだと思いますけど、でももうね、これはね超おすすめなんですよ。もうね、いいんだ。もうね、これ1曲目のね、こうスタンドアップ&シャウト、ね、いいね、デデレデデレデデレデレデデみたいなね、そういう感じでございますけども、でね、まあこう名曲のね、ホーリーダイバー、ホーリーダイバーっていうね、全然伝わらないそうですか。いや、これじゃあ何ですかね、概要欄にその曲を聴けるように YouTube でアップされてるなんか動画とかあったら、あとね、たまに結構大人の事情を無視してフルアルバムとか出してる外人さんいるんで、 YouTube でそういうのを、もしあれば貼っときます。で、気に入ったらね、こう前にもね、昔言いましたけど、このね CD という括りで持っていてほしいんですよ、この気に入ったものはね。これまああのレコードとかもちょこちょこ持ってますけど、私は世代的にレコード世代ではないので、このね CD 世代なんですね、私は。で、この当時のやつはこう、分かりますか、これ黒いでしょ、ここ。今もうこんなのないんですよ。こういうのがもう大好き激マニアックな話になってきましたけども、まあいいでしょう。まあこれ今日の、おすすめ名盤でございますね。このね、ボーロカルの方、ロイ・ジェームスちょっとどう忘れした、ごめん、まあ、デュオっていう人なんですよ。自分の名前をバンド名につけちゃうってね、あの日本人でいうと鈴木っていうバンドにしちゃうみたいな、鈴木さんみたいなね、そういうちょっと、まあ、でも外人さん多いよね、そういう人多いんですけど、もうねちょっと病で亡くなってしまったんですが、もうこの方のね声が大好き。もともとねブラックサバスとかでもいた人なんですけど、まあまあこれ話し出すとね、もう本当に9時間47秒はいただかないといけないので、この辺にしておきます。今日のおすすめはデュオ、ホーリーダイバー。あ、楽しいね。もうね、やっぱりね、こうやっぱりね、こう好きなものをのことを話してる時がね、やっぱりテンション上がるよね。もう目ぶち決まっちゃう、ね、こういう感じになっちゃうよね。怖いですか、そうですか。乾杯。いや、聞きたいな。デュオ聞きたいな。デッデゲレッデゲレッデ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 ゲレッデゲレッデ。かっけーみたいな。いいか。ちょっとすいません。長くなった。もう20分。まあ、編集するんでもっとこうなってますけど、もう収録上もう20分超えてるんで、ちょっと端折っていきますね。おすすめの映画いきます。おすすめの映画はい、こちらでございますね何それっていう、絶対知らないでしょ。まあ映画図、まあこれも一緒ですね、まあ、知る人ぞ知るなんですよ。さっきのね、これもそうだし、これもね、これもそうだし、さっきのこの本もそうなんですけど、その界隈のが好きな人にとっては、いやもうそんな基本中の基本じゃんっていうものにはなるんですけども、知らない人にとっては初めましてみたいな感じでしょ。なので、ご紹介していきますよ。これいいですね、セントオブウーマン夢の香り。ただね、いきなりですけど、まあこの映画はですね、アルパチーノ演じます目の見えないね、元軍人さんがとある少年と出会い、血はつながってないものの不正というね、こういうテーマで
こういうテーマで物語は進んでいくんですけども、これねちょっと一言言いたい。この映画のに放題悪すぎやしないかいということなんですよ。なんでねこの夢の香りって何でしたかなっていうね、これなんかいかにもなんかちょっとなんか ラブストーリーですかみたいなね、いかにもこう 眠たくなりそうな映画ですねみたいなね、面白くなさそうじゃないですか。どうやったってセント・オブ・ウーマン夢の香りなんか下手したらちょっと B 級のロイエーなやつですかみたいな感じですけども、これがねこれ夢の香りっていうのは忘れてもらって、まあせんまあ、でね、セント・オブ・ウーマンっていうのもなんならちょっと違うんですけど、ね、違うってそんな作者にね私がどうこう言うことじゃないんですけど、まあいいや、まあ題名はちょっとおダサいけどむちゃくちゃ面白いから、本当にもうこれはもう見てとしか言いようがない。私アルパチーノファンなんですよ。アルパチーノっていうあの俳優さんがいましてね、その方の映画をむちゃくちゃ見てるんですが、私はねこれね、まあもちろん泣いたしめっちゃ好き、とにかく。でこの自分のマイベストムービーの中の結構上位に入ってくるので、まあね、こう記念すべき第1回なんでご紹介させていただいたわけですけれども、まあ、こうじゃあジャンルぐらい何なんだって、ジャンルも分かんないでしょこれね、うん、ジャンルも分かりにくいんですけども、まあ、ヒューマンドラマですね簡単に言うと、はい、まあ、そういう人と人との、こう関係だったり人間劇場という感じでございますけれども、まあ、ちょっとしたこうなんかスカッとするシーンもあったり、まあ、とにかくこのアルパチーノがいいね。でまあこれねちょっとおすすめ、これ ぜひ見てほしいですね、でまあ特にそうですね、どういう方におすすめかな、まあ、男性に見てほしいですね、男性の、父上との関係、父上ではないんだけど、あ裏も見せとく、うん、この父性についてのね、これがテーマ、しつこいか、いやまあちょっと語彙力がなさすぎていろいろご説明できないんですけど、まあ、とにかくこれはちょっと一回見てもらった方がいいです、はい、これも一応概要あの高いんで見たことない初見の映画をいきなりブルーレイとか DVD 買うのはできるだけやめてもらって、レンタルなり、サブスクなりで見れたら、見てください。で気に入ってこれはちょっとマイベストムービーだなと思ったら、やっぱりこうまあこれ分かります、封切ってないですからね、もうね買って10年はなんないけども8年ぐらい経ってるけど封を切ってないっていうね、こういう人です私は。コレクション癖がありますので、まあ DVD はあんまり、 DVD ブルーレイはあんまり数は持ってないですけどね、うん、CD はすごいよ、 CD はすごい、もう数えたくもない、押し入れを占拠してる、うん、いうことでございます、ね、いやーいいね、CD 集めたりね、こうなんか好きな音楽を聴いたりもそうですし、好きな映画を見たりね、好きなお酒を飲んだり、好きな本を読んだりですね、もうそうなんですけども、やっぱりね この、まあ、ここでご説明してないいろんな趣味や好きなこと無数にまだまだありますけれども、こう趣味に、本気でやっぱりこう取り組むと、まあ、このこれがですね仕事においても非常に、皆さんの役に立つというふうに思っておりますね、はい。そうなんですよ、まあ、なぜならねこう本気で遊べもしないのに本気で仕事ってできないんですよ、うん、まあ、そうじゃない人もいると思いますが、少なくともね、私はそうで、まあ、遊ぶにしても、趣味にしても本当に本気で追求してめちゃくちゃ楽しみたいので、そういう姿勢で、いろいろ物事をね、やっておりますね、そのなんかこう追求癖というかこうのめり込み癖をつけていただきたいですね。何言ってんだって、ね、何言ってんだって思ったでしょ。でもねそれが、このサラリーマン時代のね私を救ったわけですよ、うん、
何かこう打ち込める本当にねこう本気で打ち込めるものを、分散させておく、まあ、仕事に打ち込むのはまあ当然ですけども、仕事例えばこれ今言いたいのはですね、例えば仕事一本の人、例えばですよ、で例えば、もう仕事だけに 100% の、自分のエネルギーを使って生きてる方いっぱいいますよね、もしくはいや私は、家族が 100% なんだっていう方もいますよね。まあ中には趣味が 100% だ、仕事はもうどうでもいい、まあ、特にもう友達と家族も別に関係ない、私は趣味にっていう人もいると思うんですけども、それを、まあ、例えば貯金するにしても、一つの銀行に全財産を預けちゃったら、まあ、いろんなリスクが出てきますよね。じゃなくて銀行に預けるのもあったり、投資に回したりでも銀行 B にも入れときますよみたいなね、こう分散させた方がいいんですよ。それは、趣味でも仕事でも一緒で、仕事にこう 100% 行くんじゃなくて、趣味に 100% 行くんじゃなくて、いろんなところにこう自分のこう居場所っていうんですか、これを、いろんなところに置いておくことで、例えば仕事もズーンですね、仕事もブーンってクビになりましたみたいなことになっても、なんか他にこう自分のこう生きがいみたいなものを分散させておくことでモチベーションを失わずに済みますよということなんですね、まあ、もちろん仕事をしてないと収入がないという生活はできませんけれども、はい、まあ、そういうことをちょっと言いたい、でございます、はい、こういう感じでしたっけ私って、コイムって、まあ、ちょっとニューコイム TV なんでこういう感じで行くかもしれないですよ。変わってないそうですか。まあ、いいんです。このね、本当相席酒場はね、もう本当にもう本当にもう一部の、一部のコアな方だけでいいんで、より多くの人にとは思ってないので、まあね、こういう話も。楽しんでいただける人がいましたら、次回もぜひ見に来てやってくださいと言ったところでございますね。おはようございます。あ、で一応ですね、こういうことも聞いてみたいよとか、こういうことも話してくださいなというのがもしあれば、コメントをしていただいて、まあそれを時間があれば、お話しさせていただくまでは全然知りませんし、ということになります。はい。でね、まあ、こんな感じの、動画なので、相席酒場ですね。コイムの相席酒場というふうになりますが、もしいいねと思ったらいいね押してください。よろしくお願いします。この辺で今日のところはお会計ということになります。割り勘で最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。